アロハ、チャチンコ父さんの千秋です。今日はこの画角でこういうのがあるってことは、久しぶりにレジンをやっていこうと思いますね。コタさんレジンの時にすごい邪魔してくるんだけど、今は静かに後ろで待っててくれてるので、いつもは閉じ込めてるけど今日はこのままでいてみようかなと思います。ほらピアスもレジンで作ったやつなんだこういうのでね、色をつけるんだけど、先っぽの部分が取れて、でもそれに気づかず、ペッてやって、ドバーって、めっちゃ出たやつがあるので、今日は空か海かな、海の髪飾り作りたいなと思って、髪飾りのパーツがあるので、これにつける海を作っていこうと思います。色を作っていきまする。出てしまった。めっちゃ綺麗だよね。これ入れるだけで。で混ぜるとね、すごい気泡が入るから、これでブオーって。これで気泡を抜きます。ドライヤーみたいな感じ。はい、これで。色完成。これだから大きさ的にこのぐらい、このぐらいのドンって乗せたいよね。なんかこんな感じのニュアンスで作っていこう。したら硬化します。はい、硬化できたので、これをペリペリっと剥がします。こんな形になりました。これを自作の台にペチョッと貼って、ここから砂、海ですから砂が必要ですよね。じゃーん、砂をつけるから、砂っぽいの、こっちにしようかな。砂っぽいところにつけたいところに透明のレジンを塗る。あえてまっすぐにしないで、箱に入れて砂をかける。かけたら、ちょっと払う。砂がついたら硬化します。砂の硬化が終わったので、余分な砂を取ります。じゃん、砂のついてない方に海、そして青を乗せていく。全然乗らへんから、綺麗だね、この青ね。青塗れたから硬化します。はい、硬化ができました。で、砂の上に透明を塗って、で、青の奥側だけちょっと奥行き的なの見せたいから、出したいから、青の奥側だけちょっと濃くする。硬化します。はい、固まった海と砂で、海に波を描いていきます。波を描くには白はそんなに多くないから、アルミホイルで色を作っていくよ。白、この白にちょっとキラキラを入れようと思う。出ない。
あ、出た。やべ、出しすぎた。ちょっとうっすらキラキラが入った白、これの青いところに白を塗っていく。薄く塗れたらここに海の模様を描いていきます。こんな感じ。こうか、海っぽくなったでしょちょっと雑だけど、まあ、海っぽくなったから、次は金箔をちょっと細かくして入れたいなと思うので、金箔を細かくします。一個一個がね、でかいのこれ細かいく使うときはちっちゃいのでいい。大体細かくなった見えないぐらい細かいでしょ。これの海と砂の間らへんにペッペペッペ貼りたいから、ここにね、ちょびちょび。あっ、危ねえ危ねえ、くしゃみで沸騰じゃうよ。金箔さんがなんとなくキラキラしたら、こうか。はい、キラキラがつきました。したらこのジェルのキラキラの方と、若干のレジンを混ぜて、はい、ちょいキラをここに塗る。これが接着剤の代わりで、こういうね、夏っぽいパーツつけていこうと思っております。ホタテさんをちょっとタニシみたいなのを、パールを何個かつけると海っぽい気がしてるよ。パールをつけて、おっ、ポイシル、あ、何個か、あら、カスカスになっちゃったぜわかる？で、ブリオン。じゃん、細かいやつをちょい。ちょい。どうしよう、こういうの入れようか悩む。ちょっと入れてみる？配置決まり、配置決まったで、硬化していきます。はい、固まりました。もうこれでほぼ完成です。で、ちょっとね、ここら辺がさ、ガタガタしてるので、これをコーティングして硬化していきます。私は結構厚みがあるのが好きかも。これは好みによるみたい。はい、いい感じ。これで硬化していきます。はい、硬化が終わってツルツルになったよ。若干のボコボコはあるけど、それは気にしませんただね、これにくっつけていきます。本当はね、これね、なんか接着剤とかのがいいらしいんですが、私はレジンでやります。
これで硬化します。はい。固定されました。で、これだけだとね、ちょっと不安だから、裏もレジンで塗っていきまする。これは裏だから、表よりも雑に塗って平気だと思ってる。硬化します。じゃじゃーん、ヘアアクセサリー完成しました。お団子につけてみました。まあ、こんな風に私はいつもレジンを作っております。まあ、一番はね、ピアスが一番多く作ってるんですけど、今日みたいな海のピアスもね、この前作ったので、この頭のやつつけて、これつけたらめっちゃ夏感あるじゃん。いっぱい作ってるんで、まあ、レジンってね、なんかなんだろう、私割とハンドメイドめちゃめちゃ適当なんだけど、めっちゃ好きだから、こういうの売ってたりもするけど、ちょっと自分で作った雑なところとかも含めてオリジナリティかなと思って、レジン結構好きです。なのでこれからも動画たまに上げていくかもしれないんで、皆様ぜひ楽しんでくれたら嬉しいな。まあ、今日もね、動画を最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。グッバイ。